listening to Shibuya Cross FM.皆様こんばんは。毎週水曜日夜10時から鳥羽あけみのミラクルくるくる。そして今宵は国際ビジネス大学渋谷オープン、キャンパスアイオシャン。はい、皆様こんばんは。こんばんは、はい、築地になったらちょっと皆さんに会うのがね、すごい久しぶりのような気がして、はい、久しぶり、ね、お元気でしたか、うん、元気丸出し、てんこ盛りてんこ盛り、ね、今日は初めてのゲストもね、お呼びしておりまして、はい、素晴らしい、もう素晴らしい、もう胸キュンドキュン、胸キュンドキュンやりましたね。なんかちょっと久しぶりでこの大物がやってきてね、はい、はい、ちょっとこれもびっくりなんですけれども、この番組は、国際ビジネス大学校ということで、はい、この提供なんですけれども、実は、このね、人は皆さん、どんなことでもとにかくみんな自立をして、そして、もうね、皆さんがどんな風にこの自分の人生を作り、そしてこう社会貢献をしていくかということで、そんなね素敵な、この大学校になっております。理事長が中谷理事長ということで、今日はもう素敵なお帽子を、ハッとするように、はい、ハッとするように、はい、さすがかっ飛ばしてくれています。はい、皆さん、ね、多分分かってないかもしれません、誰だみたいなね。ああ、そうですね。はい、中谷理事長なんですけれどもね、はい、はい、いつもお忙しくあちらこちらいらしてましたけれど、はい、はい、5月もあちこち行ってました。行ってましたね、はい、いろいろと。もうゴールデンウィークなんかもお仕事でしたか。そうなんですよね、結構ね、いろんな公演もあったりだとか、あ、はい、うん、いろんなところに行かせていただいてましたね、うん、なるほど、はい、明日からまた、ね、はい、出るんですけどね。あ、そうですか、はい、あら、もう本当にお忙しいですね。いやいやいや、はい、楽しんでます。はい、じゃあ今宵もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、そして、黄色い T シャツのキンちゃんです。こんにちは。はい、ね、国際コンサルティング協会理事、はい、そして陽水瞑想ダイビング学科の講師、叶えたしないですけどキンちゃんとお呼びいただければお願いいたします。はい、キンちゃんは海にも潜りましたか。まだ、いや、あったかい時期を狙ってるので、うん、ただ今年かなり今動きがあって、うん、お魚は豊富なんですよ。なんか豊富、はい、だからシーンがこう皆さん見れるシーンがかなり変わってきてるので、うん、あ、そう、お楽しみいただけると思うので、あとはもう水温と今気温を見てるので、ね、はい、またこちらでね、そうですね、また後ほどちょっとお時間取りますので、はい、はいはい、また皆さんにお伝えください。お願いします。よろしくお願いします。はい、そして赤い T シャツの花ちゃんです。はい、はい、タイガーマスクランドセル基金担当の花デスコです。はい、はい、花ちゃんは5月はどんな1ヶ月でしたか。あ、5月ですか、ね、ゴールデンウィークは、断捨離してました。断捨離、あ、いいですね、はい、いいですね。何の断捨離。家の、うん、自分の部屋だけじゃなく、はい、全体的に。素晴らしい、はい、うん、やってました、ずっと。風水的にね、断捨離、いいんですよね、ね、うんうんうん、大車輪じゃなくて大車輪大車輪大車輪されたんですね。もうガンガン捨てちゃいました、もう、うん、いろんなものを。すっきりですね。すっきりです、はい、はい、でもまだもうちょっとやりたいところがあるので、うん、引き続きやっていこうと思います。素晴らしいです。はい、ありがとうございます。今夜もよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、今日の大物ゲスト、キャーということで、はい、いや、どうする、佐藤浩二元プロボクサーということで。素晴らしい。なんかね、もうちょっと手わなわなしちゃってるんですけども。いやねえ、ね、はい、佐藤浩二さん福島県生まれということで、はい、ただいま、42歳、はい、はい、お若い、素敵、素敵です。はい、ちょっとね、後ほどゆっくりと、いろんなお話を聞かせていただこうと思いますが、うん、佐藤さんの5月はどんな5月でしたでしょうか。そうですね、忙しくお仕事ばっかりでしたか。あまり記憶がございません。それだけ動いてるってことですね。そうですね、すごいわ。うわ、さ
さすが。さすがですね。どっかで聞いたセリフでしたね。多分前日の食事も覚えてないっていうね。今朝食べたのも覚えてない。これがいいのか悪いのかということでね。はい、まあいいです。ね、まあ今日はでもよくここじゃ間違いないで到着していただいてありがとうございます。そっち。はい、後ほどねゆっくりとお話を聞かせていただきますので皆さんお楽しみにということでね、はい、はい、今日はそれではですね、うん、あの1曲目もう久しぶりに仲良しランドセルをじっくり聞いていただこうと思います、うん、で仲良しランドセルはこのね赤い T シャツの花ちゃんが作詞、うん、なんかこう天から降りてきたでしょ、はいはいはい、言って言ってはいはいでなサラサラって書いちゃったんですね。そうですね、なんか、うん、なんか言葉が浮かんできて、うん、それを書いてで、うん、曲もあのそれを歌ってる宝元宝塚の、うん、あのマオリさん、うん、マオリマキ先生につけていただいて、うん、はい、あっという間にできてしまいました。あっという間にできて、そして、はい、理事長もところどころで掛け声になんなりにね、で多くのお子さんたちの声もね、うん、はい、入れていただいて、うん、はい、ね、はい、もう2年ぐらい前なんですけど、なんか YouTube でも聞いてらっしゃる方がいらっしゃるみたいで、うん、なんか再生回数が2000超えてるっていう、なんかびっくりなんです。すごいじゃない。なんかね、誰が聞いてるんだろうと、もしねリスナーさんでいたら聞いてますってなんか、ね、教えてほしいですね。教えてほしいですよね、すごく嬉しいです、はい、あら素晴らしい。じゃあそれをどんどん更新していきましょう。はい、はい、それでは、今宵の第1曲目仲良しランドセル。
はい、今宵のファーストナンバーは仲良しランドセルをお届けいたしました。そのうちですね、みんなで一緒にダンスができるということで楽しみにしております。さて、だんだん、ね、気温も上がってまいりまして、もうダイビングの季節、ね、到来を、ね、お待ちしてるんですね。来ましたね、この時期が、ね、だってさ、ちょっと もうお休みですって言ってあっという間でしたね。なんかゴールデンウィークの頃がね、一気に気温が上がったので、はい、やっぱりこう皆さん ねすごい歓喜の声を聞いて、あったかいとやっぱり人ってこうやって喜びを発散するんだなっていう、また外出かけたくなるし ですよね、はい、金ちゃん先生はですね、この国際ビジネス大学校でも、はいはい、ダイビング学科のね、はいはい、先生でもありまして、ちょっとそのご紹介をさせていただきます。お願いします。はい、出ました。これはね、本当えっちゃんと作らせていただいたんですけども、うん、非常にこう作り込みがですね、うん、やっぱ本当にそのお母さんのお腹に戻るって二度とないので、うん、それができるっていうところでもこう皆さんがやっぱり喜んでいただいて、うん、でやっぱり息を吐くっていうのは非常に大事なので、でその中で一度自分にもう一回戻って、うん、そこから新しい気づき、右脳と脳幹が動くので、うん、それでもう一回自分が置かれている状況をこう社会にフィードバックしていくっていうところに、うん、もちろんこの大学校でもその社会貢献というのが入ってますし、だからもう一回自分が今のね、現代の地球、うん、もしくは宇宙、あと生活にどういうふうにすればいいかっていうところに気づいていただければっていうところで、うん、で開催するところがその富士山の霊水とか、ね、御用邸がある、はい、で、海の神様の神社があるということで、やっぱそのエネルギースポットなんですよね、うん、で国際宇宙飛行士も練習しているところですから、うん、そこでやっぱりアーシング、グラウディングをしていただいて、うん、本当に自分の魂と向き合っていただいて、うん、で社会に戻していくっていうところでは、もう僕もこの学科はすごく大好きなので、やっぱりこの理事長に会わなければこの縁は多分なかったと思うんですよね、うん、だ最初そのオファー行った時に本当びっくりしてしまって、はい、うん、そういうつもりがなかったもんですから、うん、本当ですかって何回も聞いて、うん、あれだった。でも本当にもうおかげでこの学科に誇りを持って今やらせてもらってるので、だってこのね、陽水瞑想というのもこの花ちゃんがね、そうです、こう降りてきたんでしょ、降りてきたんでしょ、ね、すごいよ、ね、そうですね。だから本当にこれで皆さんにやっぱり喜びが提供できてますので、うん、で気づくことが多いので、はい、新しい自分に、でまさにさっき言った自分でデザインしていくっていう、うん、もう本当ぴったりの学科ですね。はい、はい、そうですね、まあ、自画自賛になっちゃうかもしれませんけど、本当にそういうに、うん、はい、ね、だってそれにところどころで美味しいものをいただきながら行くって、うん、そうそう、あれがまたたまらない。僕の師匠がやっぱりすごく今も健在なんですけども、うん、いい教えとか厳しかったので、うん、本当にお前はホストになれって教わったので、リトリートとしてこれは組んでるんですよね、うんうんうん、だからまず集まってすぐダイビングっていうのなくて、美味しいものを食べたり、うん、果物をいただいたりとかで、旅行気分をしながらで神社巡りもして、うん、で景観も楽しんで、で最後はとっても美味しいものを食べて、うん、でさよならって感じなので、ね、だよく皆さん言われるの、こんなに遊ぶと思わなかったって皆さん言われるのでもうぐるぐる引きますので、うん、だから時間刻みで、ね、ダイビング終わってからが本番だよっていう話をいつもすると、うんうん、みんなっていう感じになるので、本当に一日をリトリートで非日常を楽しんでいただければいいなと思って、ね、本当ですね、はい、金ちゃんトラベルっていう感じでね。そうですね、それはやっぱりこの国際大学校にとっても僕はプラスになると思ってますので、うん、そうですよね、はい、で実際ね、次の、画像お願いします。こんな風に、はい、そうですね、ね、で僕も約40年やってるので、結局お客様が何を求めてるかっていうところに行き着いたのが、皆さんがやっぱり誤解されたり怖いところを全部カットしちゃう、うん、もう面倒くさいとか嫌だ、だから極論で言うと、特に女性の方は水着、はい、もうここでみんなハードルになってしまうので、うん、水着なくていいよっていう世界でやらせていただいてるんで、だから波がなくて、うん、足がついて遠浅で水着にならなくていいっていうと、うん、もうね、今年ももうほぼ 100% じゃあ行くって話になっちゃうんですよ。うん、要は皆さん気にするところを全部カットしちゃってるので、はい、要はそのお母さんのお腹の中に戻っていただきたいので、うんうんうん、その時はもうリラックスですよね。リラックスね、はい、素晴らしい。だからあれですよね、花ちゃんも行きましたよね。
はい、行きました、ね、初めて初めて海の中で、ね、そして例のハードルの高い水着というものは私の場合は水着というよりもスポーツウェアで、はい、ね、そうです、いいんだもんね、全然構わないです、はい、そうそう、よかったね、はい、全然、うん、スポーツウェア着て、うん、で潜って、でそのさっき言ったようにね、深い深呼吸、そう、うーん、まあ、えっちゃんがですね、はい、ぐるっと変わっちゃったんですよ、ぐるもうそれが一番僕は嬉しくて、やっぱりこう海水の中って何かありますね、うん、で海の中で呼吸ができるってすごい、こういうことすごいなって思って、でそこでこう深い呼吸することによってこうスーッとこう海の下にスーッとこう吸い込まれる感じになって、うんうんうん、でお魚と目があってみたいな、うん、目が合っちゃった、そう、お魚がもう目の前で泳いでるんですよ、うん、ねえ、うん、ちょっとね動画をね用意してくださったので、ちょっと見てみましょう、はい、はい、お願いします、ほら、お魚、こういうお魚に出会いましたね、もうちょっとちっちゃい、はい、ね、これはプロが、プロのとこだと、ね、日本の海でこれだけのお魚に会えますので、うん、すごいよね、はい、もちろん世界もありますけどね、はい、はい、すごいわ、いいですね、うん、うんうん、そしてね、本当にびっくりなのは、彼らは別にタンクとか背負ってないですから、エラ呼吸でやってますから、うん、本当にそれが羨ましいというか、うんうん、素晴らしいなっていう、うん、はい、だその今こちらの大学校でもミッションがやっぱり宇宙へ修学旅行と大学校を作るっていうところで僕は本当にヒットしたんですね、うん、もうここしか僕は身を置く場所がないっても、うん、まあだから素晴らしい、カタログでも引っ張られちゃったので、うん、もうぜひここでっていうことで僕はだから早くその今やらしてその海 の, し仕事やってるんですけども、うん、やっぱりその多くの今ラジオも出てるときにプロデューサーのこと皆さん分かってますので、うん、金ちゃん女性一番大事だよ、バランス感覚取るのが大事だよって教えてくれるので、うん、そのやっぱダイビングを通じて宇宙に行ったときにバランス感覚っていうことで、うん、今タシとも組んでやってるので、植物の話も食べていくためにはそういうのをやったりとか、うん、やっぱりそういうもうというか人類が理事長いつもその人類が豊かになるためにっていうところで今やらせていただいているので、うん、この技術を皆さんが分かっていただければ、うん、世界は本当に変わる、で多くの芸能人の方とか芸術家の方潜らせていただいているんですけども、うん、奏で方とか描き方が変わるってはっきり言うので、料理をする方もですね、うん、やっぱり右脳と脳幹が刺激されるので、うん、こう打ち出し方が変わってくるんですよね、うん、なるほどね、理事長も何かこう変わりましたか、はい、打ち出し方いいですよ、うん、やっぱり一度ぜひね、うん、潜りましょう、ね、そうです、うん、去年ちょっとできなかったんでね、今年はもう皆さんに、はい、7組ぐらい確か去年お断りというかうまくタイミング合わなかったので、うん、今年はアテンドさせていただきたいなと思ってます、うん、でもう一回例えばあけみちゃんだったら、うん、それでまたボイスとかこのラジオっていうところで違う表現が絶対できるので、うん、そうするとデザインできるじゃないですか、そうですね、そういうだからきっかけになればいいなと思ってますので、うんうん、ね、いろんなことがきっかけでいろんな方の人生が変わっていくということで ね,、はい、うん、そうですね、はい、楽しみです、はい、さて、もう一つね動画がありまして、この子たちにも会えるのってちょっとびっくりなので、これはですね多分、はい、今年もこれですよね、これちょっとこれね、亀さんに会ったら私もうキャーって、うん、今年ね、まあ、今5ヶ月経ったんですけど、ほとんどの問い合わせがここなんですよ、やっぱ亀さん、やっぱりみんな亀さんってなるんですよ、うん、ディズニーもそうですよね、アトラクション、うん、そうね、やっぱりね、イルカ、クジラ、いろいろあるんですけども、うん、この亀っていうところに皆さんこうどうもなんでしょうね、うん、先ほどね、えっちゃんも言ってたんですけども、うんうん、本当水中で会うとですね、うん、僕馬も乗るんですけど、亀とイルカと馬の目がね、うん、みんなそっくりなんですよ、うん、すごい優しくて、うんうん、吸い込まれちゃうんですよ、ね、亀さんよくほらこうやってプクプクプクって上がってプクってすぐこう潜るじゃないですか、はい、あれはなんていうの、ずっとあれを繰り返してるんですかね、やっぱり、まあ、そうでしょうね、やっぱクジラもそうですよね、やっぱ皆さん哺乳類ですから、うん、呼吸をしてって形になりますので、う
はい、ね、そういう時に会えたらもう最高ですね。本当びっくりしますよね。いいな。でもそれ見れちゃうかもしれないんだもんね。まあこれ僕が撮った映像なんで、ね、その場所に皆さんお連れしますので、楽しみ。だ本当最初ね、浅いところでまず海という環境に慣れていただいて、うん、でお母さんお腹にいたわけですから、うん、よく皆さん水が怖いって言うんですけど、ありえないんですよ。だってもともと水の中にいたので、だなんかその生きてる中で何かがあっただけなので、うん、それをうまく一人ずつしか僕やりませんので、ちゃんと捕まえてますから安心してやっていただければ楽しみですね、はい、会話が9割なので、うん、はい、そうですか。で答えを言うと、うん、金ちゃん物足んないよって言われたら大正解なんですよ。なるほど。要は海が友達になった、魚が友達になったっていう証拠なので、これは例えば怖いとか、うんうん、もう嫌だって言われたら僕のそうだよね、アテンドの仕方が間違ってたので、ケンちゃんもたんないよって言ってくれるのは僕への最大の賛辞なんですよ。なるほど。ありがとう。じゃあ今年もそれをキーワードとして、そうですね、そう言っていただけたら、あ、よかったって僕はいつも思うので、うん、なるほど。今年はだいたい6月のね、そうですね、下旬ぐらいから、そうですね、はい、ね、またぜひお問い合わせを、まあ、10月ぐらいまで、ね、はい、できると思いますので、うん、はい、ぜひぜひ、はいはい、国際ビジネス大学校にお問い合わせいただいて、ね、体験からまたライセンスとかファンダイブと、うん、あとねこの大学校でそういうなんかダイビングの、ね、ツアーを組んだりとかできたらいいなと思ってもね、うん、あの理事長いつも沖縄も行ってますし、はい、やっぱセブ、パラオ、タヒチって世界には御三家が待ってますので、伊豆の御三家、沖縄の御三家、伊豆の七島の御三家ってありますから、うん、なるほどね、皆さんで楽しんでいただければ新しい世界に触れて、うん、もっともっとクリエイティブに、今ねチャット GPT いろいろ出てきてますから、うん、人間はもっともっとこうクリエイティブになれると思いますので、はい、そのきっかけに、ね、先ほどのお話しましたけど、アートとか芸術の世界というのは非常に海も同じなので、うん、その話を多分していただけると思うので、そうですね、さっき話が一致してます。すごい感動してるので、よかった。やっぱり一流の見るところはそこなんだなっていうのが、後ほど喋っていただけると思う。わかりました。はい、それではね、金ちゃんまたね、はい、よろしくお願いいたします。もちろんです。はい、ありがとうございます。はい、それではですね、ここでじゃあタイガーマスクね、はい、久しぶりに流してみましょうか。はい、はい、タイガーマスクをお願いいたします。トラだトラだ、お前はトラになるのだ。白いマットのジャングルに今日も嵐が吹き荒れる。ルールブヨの悪党に正義のパンチをぶちかませ、行け行けタイガータイガー。野獣の無法者、島のガンを翻し、奴らの牙を折ってやれ。行け行けタイガー、タイガーマスク。草も今宵のセカンドナンバーはタイガーマスクをお届けいたしました。それでは皆様お待ちかね、はい、今日のスペシャルゲスト佐藤浩二さんのご紹介をさせていただきます。イエーイ。はい、福島県生まれの、千葉県育ちでしたでしょうかね。はい、はい、ということで、実はですね、特待生としてそのボクシングをね、ずっとまあ、学生さんの頃からされて、はい、で、プロになられて、なんと、第40代そして第42代の東洋太平洋ミドル級チャンピオンということで、今日はお迎えさせていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。嬉しい。いや、すごい、初めてこのプロボクサーという方にちょっとこんな近くに、うん、ね、僕なんか横ですよ、ね、さっきちょっとほらこの腕の細さ、ね、皆さん見えますか、ね、金ちゃん先生と
佐藤さんのこのもうさっきこうやってやったらこんな大きな声が出ちゃいましたすごいね。さて、佐藤浩二さんは一体何歳ぐらいからこのボクシングにこう触れているというか。13歳4歳ぐらいからやっております。へー、それはなんかきっかけは何でしょうか。あの兄がもともとやってまして、うん、それがきっかけで、中2ぐらいからやっております。へー、じゃあそれはあのじゃあお兄さんの姿がかっこよかったとかなんかこれはできそうだとかなんか思ったんですか。その面白そうだなと思ってやってみようと思って。面白そう、はい、だってあのボクシングってあのこうバンバンってされるけどそれを面白そうと思ったんですね。そう、その時は強く思いました、ね。はい、これがなんかこう ね、なんかこう秘訣というかなんかもっとも、もともと持っている素養というかあれなのかなと思うんですけど、あの浩二さんはご兄弟何人兄弟。4人兄弟です。4人兄弟、4人兄弟全員男の子ですよね。全員男です。そして全員がボクシングをやっている。その通りですありえありえない。すごい。でそれもお兄さんとその、次男坊がね浩二さんですから、はい、でお二人がプロプロプロボクサーだった。そして、じゃあ下の弟さん二人もボクサーをアマチュアボクサーをしている。うん、そうです、ね。でも学校の先生もしているということ。ただいましております。すごいですよね。なんかその兄弟全員がボクシングをしているって。あのお父様とかお母様が熱烈ボクシングファンとか。いやもう全然そんなことはなくて。ないんですよね。はいはい、なんなんですかね、うん、これはね。ねえ、いい環境ですね。ねえ、素晴らしい。お兄ちゃんが多分ね、扉をこう開いたんですね。だからなんか何がきっかけでこういうふうになっていくかわからないですね。ね、やっぱり。ですね。そうそう。でずっとその特待生としてね学校でもあのずっとボクシングをするということで、はい、されていましたけれども、あのその時に やめたいなとかなんか嫌だなと思ったこととかはありますか。多分ないと思います。すごいすごいねすごい。じゃあやっぱりなんかこう挫折感みたいなものはなかったんですね。ある程度強かったんで。いやもうそのなかったかもしれないです。だからチャンピオンですよね、うん、そうです。チャンピオンなれませんよ。なれませんよね、うん、チャンピオン、まあ、導かれたんでしょうね。そういうことですね。道にね、うん、あ、それでねさっき打ち合わせの時にそのこう拳が私はすごい拳がどうなのかなとかこう何タコがあるのかなとか思ってあれだったんですけど、あのちょっとその拳の説明をちょっとしていただいてもいいですか。多分ね手こうやって映るんですよ。ほら、うん、皆さん見てください。この、うん、こう平らだとこう怪我しづらいって言われてて、うん、逆にこうぼっこりしている人は、うん、こっちにこうエネルギーが集中しちゃうんで怪我するんですよ。あ、その内山隆さんって、はい、その元世界チャンピオンがいたんですけど、うん、その人やっぱりここだけすごい出っ張ってて、へ、攻撃能力高そうなんですけど、はい、やっぱ拳は怪我しやすいと。なるほど、そこにだけに、うん、あのそうですね、まあ長所でもあり欠点も、うん、でもあるというか。だからおかげさまで浩二さんの拳はこうね、はい、真っ平だから、はい、怪我もなく。怪我もなく。わあ、本当ボクシングをやるためにね。ねでも本当に綺麗なんですよ手が。ね、うん、そう、すごい綺麗。うん、ちょっとびっくりなんですけどね。ネイルもやってるんでしたっけ？最近。あ、そう、本当に本当にもうおしゃれなんだから。すいません、嘘です。でも結構でも ね、爪のこうねケアとかはしとかないと ね、はい、うん、そうです ね、割れたりとかしますから。あ、そうか、ね、あ、そういうのも大事なんですね、うん、はい、これ割れちゃうとここからこう力が抜けちゃうんで、じゃあ保湿というかあのオイルも油分とかもいろいろ。あ、もう今の接種やってる子もいるんじゃないか。そうですか、はい、あれすごいやっぱ繊細なスポーツですね、そうやって考えると、はい、そうです。すごいよ、なんか、ね、あの今ね、
コーチをされているということで、はいはい、学生さんたちを見ていらっしゃいますけど、はい、どうですか、なんかご自身のその学生時代とこう比較して何か感じるところとかありますか？そうですね、やはり20年ぐらい経ってるので、うん、ちょっと僕の時のこう違うところがいっぱいあって、うーん、なかなかこう言えないこともいっぱいあるんです、なるほど、なるほど、はい、指導はね難しいんですよね、気をつかないと言葉一つでね、あ、指導者としてできなくなっちゃいますんでね。そうですね、はい、まあ、そのいろんなスポーツの人に相談をすると、はい、まず褒めなさいと。なるほど、はい、うーん、あの、まあ、でもいい子はいい子もいっぱいいるんで、はい、こう練習見てるといいねしか言ってない時とかあって、いいねいいね、うん、いいねだって本当に心底そう思ってるんですよね。いや、思っちゃう、思ってます、はい、へー、でもやっぱりそうやってね、はい、あのコーチから言われたら、なんかちょっと俺いけてるぜっていう風になって、またそこからまたこう伸びていくっていう子もきっと多いんでしょうね。そうですね、うーん、はい、なるほど。でも確かに私たちってみんな一括りしちゃうとなんですけど、はいはいはい、私たちの年代は本当にその水を飲むなとか、そう、あの、全然違う、なんだっけ、うさぎ飛びじゃなくて、そうそうそう、膝をね、ね、とか、まあいろいろやっぱりこう時代が変わってくるとトレーニングの仕方も変わってきますね。そうですね、まあ、トレーニングの質は上がってきてると思うんですけど、うん、やっぱその分何かが下がってるんじゃないかなっていうのは強く思います。うーん、なるほど、いろいろねありますね。ありますね、本当に。うーん、でも楽しみですね、教え子さんがね、どん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 また世界だって、でもそのチャンピオン、元チャンピオンに教えてもらえるっていうその環境がないよね、なかなかないんじゃないですか。ないです、多分なかなかねえ、だってそのなんとかジムとかだったらもちろん、うん、まあ、いらっしゃるかもしれませんけれど、はい、それでも直でね教えてもらえるってことはなかなかないんじゃないですか。はい、なんで僕も教える立場初めてなので、そうですよね、まあ、いろいろ学ぶこともたくさんあって、あ、まあ、その学生さんと一緒にこう作り上げていけたらなと、はい、考えております。うん、はい、素晴らしいです ね、 ね、本当、うん、で、あの実際にその、ね、はい、理事長と、はい、あの佐藤さんが出会ったきっかけとか。あ、そうですね、まあ、このご縁がある方のご紹介 で、うん、でやっぱりね、あの実績がすごい方なので、はい、うん、まあ、ぜひね、なんか一緒にできることをやりましょう、うん、ということだったんですよ ね、 うん、ね、で実際に、ね、中谷理事長とお会いしてどういうふうに思われましたか。いや、その中谷さんはもちろんのことなんですけど、はい、周りにいる方々が同じような意識の高い方で、うん、こうどうやったら日本を世界を良くしようっていう考え方が多くて、うん、まあ、私もともとそういう考えがあったので、はい、これは素晴らしい人を紹介していただいたということで、うん、はい、なんでちょっとずつ日本を、はい、日本から世界へという意気込みのもと、私も活動したいと思います。素晴らしい、イエイエイ。そうなんです、実はですね、この、私、まあ、金ちゃんもそうなんですけれども、はいはい、この社会貢献活動家、はい、ね、6期生です。6期生で、そして佐藤さんが7期生、イエイね、こう同胞と言いますか、ね、なんか嬉しいです ね、 ね、金ちゃん必死です本当に、はい、頑張ってますね、でもやっぱりこうやって実際ね、中谷理事長から学べるというのも貴重だと思うんですけれど、ね、学びいかがですか。そうですね、その地頭が、うん、そのいい方ではないので、うん、といっても平均点よりはあると思うんですけど、はい、はい、やはりなかなかこう学んだことを生かす、うん、までの過程がないので、うん、まあ、どんどん知識を増やして、はい、その間を埋められるように、うん、今の目標です、はい、うん、頑張りましょう、ね、それではですね、実は先ほども申し上げましたが、第40代そして42代のね、うん、
東洋太平洋ミドル級チャンピオンということで、うん、その時のちょっとお写真をね、ちょっとご用意しておりましたので見てください。ふぅ、かっこいい。かっこいいなぁ、ね、またすごいですね。ねえなぁ、あれはご自身で持ってるものなんですか、ああいう感じ。うん、まああえて出してきてこうかけるってことはなかなかないと思いますけど、はい、ねえ、すごいですね。やっぱりあのほら勝つとこうやってここに巻くんですかね、レスリングあの上で。はい、うーん、すごい。もう一枚あるんです。ほら、またこれいい顔してますよね。いい顔してますよ。で、チャンピオンベルトとそしてこう賞状ですか、うんうん、はい、そうですね、ああやっていただけるものなんですね、はい、どうでしたこれ勝った時、うわーっと。そうですね、その世界チャンピオンになることが目標だったので、はい、これやっぱ勝っていかないとこう調整できないんですよ、はい、なんでここでまあもちろん短期的には嬉しいんですけど、うん、そうですね、嬉しいとまた練習大変だなぐらいな。あ、でももうそうだよね、達成したらもうその後からすぐにもう次の挑戦ですよね。本当ですよね。あー、険しいですね。でもやっぱり上を見ていましたからもう次っていう感じだったんですね。そう、そのこの時がいつかわかんないですけど、アメリカで練習してまして。あ、そうですか。そのやはり大きいクラスがいっぱいいるんですよ。あ、でそのスパーリングとか向こうでするんですけど、はい、やっぱもうパンチ力が日本人とかと違うんですよ。その黒人とか白人とか、はい、なんでこうボディとか顔とか打たれて夜中こうきしむんですよね、内臓とかが、うん、でもこう痛くて痛くて、うん、もう嫌だなみたいなこともいっぱいあって、もう嫌な思い出しかないですよね。そうです、やっぱりちょっと破壊力が全然違うんですね、うん、全然ステージが違う。そう、ちょっと違うんですよね。へー、あら、すごいですね。じゃあこのね、うん、チャンピオンベルトというものはやっぱりお家に持って帰るものなんですか。そのもうやめてるので、はい、高校に寄付じゃないですけど置いててもらってて、自分では久しぶりに見たんですけど。あ、そうですか、はい、まあ、でもそれ見て子供も喜んでたんで、あ、はい、家に置いとこうかな。あ、いやー、すごい、でも、はい、そうですよね、はい、そうだ、そうだ、そう、お子さんがいらっしゃる。パパすごいってね。そう、お子さんね、7歳になるね、7月に7歳に なる、うん、あの佐藤大吉と申しまして、はい、あの嫁が、うん、2年連続大吉を引いたんですよ、はい、これ大吉しかないな、はい、いやでもオチもあって、はい、で大吉引いて大吉にしたんですよ、うん、でその大吉引いた大吉名前にした後次何引いたか分かりますか。もうなかなか難しいですけど、次何引いたと思いますか、嫁が。大吉と2回連続できて、その後の、はい、その後は、うん、その後は何ですか、金ちゃん。三吉。三吉。小吉。小吉、うん、金ちゃんは。いや、想像つかないですね、うん、でもまさか今日じゃないですよね。今日で、今日はい、そして花ちゃんがそうやってこの流れだと、はい、大吉さえ引いたでしょ、はい、そして三吉でしたね、はい、三吉、はい、どうぞ。正解は今日です。おー、当たっちゃっていいかどうか、へ、もう全部大吉に吸い取られて、うんうん、はい、そうかそうか、あー、もうじゃあ安泰ですね、大吉くんは。多分安泰だと思う。安泰です、はい。そしてそんな大吉くんがね、お家にそのチャンピオンベルトが来たらわーいって喜んだという、うんうん、そのチャンピオンベルト、そういうの見てみたいですよね。もちろんですよ、見てみたいんですよ。だって普通見れないじゃない、見れない、テレビの世界ですよ。そう、テレビ、そうです、そうです、そうです。で、なんかあんの、嘘、あの箱は何ですか。なんと、なんと今日はね、
すごい大事な音波発音会。見せてもらってもいいんですか、見るだけじゃなくて触ってもいいんですかみたいな、ね、いいですか、皆さんにもぜひちょっと、いやー、すごいよ、見ていただいて、こんなこれは、ね、ミラクル、ミラクルくるくるだよ、本当に、まさに、うわないよ、こんなの。すごいですよ、すごいですよ、光ってますね、光ってます。これは地球が、これは重いものですね、きっと。重いんでしょうか、ね、かなり、わかんないよ、まあまあ、ちょっと金ちゃん、ちょっと、まあまあ重たいですよね、これ。うわっ、あ、今ずしってなりましたよ、うん、した皮、すごい重いっす、重いっす、ね、これをこうやって巻く、巻けるんですか。そうです、巻くんですよね、いや、かなり重い、持ってみますか、ちょっといいですか、皆さん、すいません、それは演技だ、いや、重いもんだって、ちょっと重いですよ、重いよ、皆さん、これ実は結構重い、これを腰に巻ける皆さんがすごい、すごい、ね、いや、嬉しいですけど、ちょっと回しましょう、チャンピオン、理事長にやってるんで、すごい、そう、理事長ぐらいあると全然大丈夫です、光って、かっこいい、かっこいいですよ、皆さんもぜひ、これはさ、やっぱりチャンピオンにならなきゃもいただけないものですからね、そうですね、そりゃそうでしょ、そう、だからチャンピオンって書いてあるもん、そう、だからすごいことですよね、持ってる人少ないもん、いやこれは2個で第40代と第42代だから2回こうちゃんと回ってきたってことですよね。ですね、うん、これは自分で作るものなので、はい、なんで1個しかないです。あ、なるほど、はい、でもじゃあ、勝った時にはリングの上でこう、わーってやったこ、いや2回はできるってことです、2回やったことですよね、うん、まあ大体そんな感じです、そんな感じですよね、はい、すごいですよ、これはね、初ってますよ、これ後でちょっと写真撮らせていただきますね、ね、ちょっとミーハンになっちゃってますよ、ね、普通こんな時間ないじゃないですか、こんなチャンピオンベルトを見ながら喋るなんて、ないですよ、ないあら、ありがたいことです、一番ね、そろそろますよね、あ、拳がね、拳がえっちゃう、そうなんです、皆さん、花ちゃんの拳ね、つるーんってしててね、あのボクサー向きだっていうのは張り手ですよ、いやすごい、びっくり、すごいです ね、持ってきていただいてありがとうございます、でも大吉君はこれを見てわーって喜ばれたんですね、なんかのアニメか、うん、なんか出てくるみたいで、うんうん、ああ、はい、ベルトの、はい、はい、はい、喜んでました、そりゃそうでしょう、いやそれは喜びます ね、 嬉しいですよ、わあ、ありがとうございます、貴重なものをね、すごいすごい、じゃあ、佐藤さんは今後もこう指導していって、はい、またなんかそのこの夢はありますか、はい、そうですね、まあ、その指導とかよりもこう、まあ、生まれてきたので、うん、死ぬ前に何かいいことは、うん、いいことしたいなと思ってまして、うん、なんで中谷さんのお力になれるように、はい、いろんな人を幸せにできるように、うん、そのうちのおじいさんも同じような考えだったんですよ、はい、なんで、うんうん、まあ、同じような中谷さんについていけば間違いないと、はい、わー、素晴らしい、素晴らしいですね、でもやっぱりね、はい、こうやってチャンピオンの経験がある方が、ねはい、やっぱりこう、うん、ほら、やっぱり何かを成し遂げたっていうことがすごい大きな財産ですよね、だそれをね、こうやって中谷理事長と一緒にね、生かそうという、ね、うん、素晴らしい、そうです、ね、だから、うん、いろんなお子さんのためにもボクシングも教えてあげたいなとかね、いろんな構想がありますよね、うん、そのいじめられっ子とか強くしたいんですよ、うん、そうですね、はい、やっぱりやっぱこう体がこう強くなると、うん、心も強くなると思ってまして、うんうん、そうですね、はい、なんでこういじめる人も強くなったらこうもっと高みを知ると思うんで、うん、逆に優しくなると思ってて、へ、弱い子もやっぱ心も鍛えたら体も鍛えられる、うん、やっぱり
全体的に強くなると思うんですよ。そうそう、ね、だからボクシングって両方にいいんじゃないかと思ってて、確かに、はい、なんでこう実践したいです。すごいですね、はい、いいですね、うん、あの僕どこにでも行くんで、はい、あボクシングを教えに、はい、わー素晴らしい。何か要望があれば佐藤まで連絡ください。あやった、すごい素晴らしい。実はですね、美容生態学科の先生木下先生からね、メッセージ来ました。チャンピオンベルトすごいです。いやすごいよ、はい、世界一のもみキラキラに輝いてますね。どんなジャンルでもそうですが世界一はやっぱりすごい。もうすごいですね、素晴らしいですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そして、あ、奈穂さん、風水のね、風水の先生ですね。声は沖縄で仕事をしながら拝聴しております。ボクシングはとても辛いと聞きますが、はい、その辛さの中から見出せるものがあるとボクシングをやっていた友人から聞いたことがあります。佐藤さんはそのあたりはどうなのかなとお話を聞いていて思いました。お伺いできたら幸いです。はい、来週よろしくお願いします。どうですか、辛さの中から見出せるものがある。やはりその試合よりもその前の過程が厳しいと思うんです、うん、なるほどね。なんでそのじゃあ減量するしてたとして、はい、その減量が終わって食事をするわけですよ、うんうんうん、で試合、まあ、試合後のことなんですけど、うん、試合後にもう何を食べても美味しくないんですよ。もう満たされてるんで、なんで、うん、ちょっと何を話しそうとしたのか忘れましたけど大丈夫です、何か伝わりました、はい、皆さんに伝わりました。いやでも今はすごいですね、満たされてるから何を食べてももう、ま、もうほん減量中のコーラが一番うまいです、うん、うわあそうなんだ、甘いから僕コーラ飲んで泣いた時があって、わ美味しくて、その食べられないことよりも、うん、飲めないことの方がきつくて、なんで僕はもう家にもう100リットル単位で水をストックしてます、うん、へえ、泥水も真水にできるやつも何個もあります、うん、なるほど、やっぱその辛さをね知ってるからこそですね、あー素晴らしい、あらちょっとこれはね素晴らしいお話でした ね、この締めとしてはすごいいいお話でした ね本当に素晴らしい。でもまあそのね、うん、いい話もありますし、うん、またね面白いねエピソードもあるんですよ、ね、これ。そう、その話がね、また次回来た時にしましょうかね。そうしましょうね。ね、もうだってあと、ね、もう2分30秒しかない。あ、そうなの、やっぱね、そうなの、そうなんですよ、うん、皆さん、ね、ね、また次回も、ね、はい、お待ちしております、はい、それではですね、最後に学校からのお知らせをいたしましょう、はい、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、ちょうどね、6月4日の日曜日14時から、はい、この輸入の神様っていう方がうちの学校の先生いらっしゃって、大菅優先生っていう方なんですけども、まあ、こちらのは事務局の方で、千代田区二番町の事務局の方で少人数制で、うん、実際に世界に、ね、ものすごいいい商品があるんですけど、うん、それ日本に独占販売権を、ね、取れたりだとか、そういうことができるっていう、まあ、はい、そこをコーディネートする先生です。はい、はい、楽しみです。はい、次、はい、あともう一人はですね、私と同じこう強調を書かれた SDGs のね、はい、馬場茂先生で、茂、うん、先生と一緒にこの SDGs の実践コンサルタントになっていただいて、うん、まあ、いろんな商店だとか、うん、まあ、会社、中小企業ですね、まあ、そういうところに、ご指導に行けるような、そのための、うん、ちょっと勉強をしていただいて、はい、実際にコンサルタントとしてですね、独立できるような形にしたいと思います。はい、次お願いします。はい、これ6月の10日土曜日、はい、こちらの方は、斉藤誠二先生が、今度チャリティーフォーラムの方でお話しされますので、ぜひお願いします。はい、最後です。はい、最後、これは7月の、20… はい、7月29日土曜日ですね、はい、こちらの方は今話題のね、ちょっとジャニーズの、全てということで、はい、実は私どもの先生で平本淳也先生っていらっしゃいますので、うん、先生ジャニーズの全てっていう本も出されてますからね、はい、ぜひ、
お越しください。素晴らしいですね。あの先生もねここ来たことありますよね。あります。はい、ここ来たことあります。はい、楽しみでございます。はい、はい、ありがとうございました。はい、もうあれよあれよという間に、はい、今回も50本終わってしまいました。はい、はい、本日はですね、ミドル級チャンピオンの佐藤浩二さんにおいでいただきました。ありがとうございました。またお待ちしてます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。そして、金ちゃんもありがとうございます。じゃあこちらです。はい、またね、次回、またね、はい、6月です。